I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna. ちんちゃちんちゃちんちゃマシスト。じゃあ、行くわよ。オッケー。これがサイバータモクなにやぞ。え、ほんとだ。なんだよ。マシスト。皆さんこんにちは、韓国デイ2です。市場の片隅にある冷麺を食べに来ました。とっても美味しかったです。ちょっとここアドレスが秘密らしいので載せられないんですけど、ビビン麺も冷麺もどちらも美味しかったです。こういうとこで売ってんだ。普通にこれ枕カバー、へー、あ、かわいいね。色とかおしゃれ。600円、安い。もしかしてだけどこれ、ってもしかして可愛いんじゃないの？ないの。もしかして案件がいっぱいある。あ、本当だ、見ようかな。そう、数日前にドドさんたちがすでに市場でお布団を買っていて、私も買いたいなと思っていたら見つけました。イケメン、池のメンタロウ。かっこいいんだから。もうちょっと、あ、ダメだ。もうちょっと。お、かっこいい。お、かっこいい、かっこいい。あー、めっちゃかっこいい。あー、ちっちゃかった、ちっちゃかった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。すごい。カムスハムニだ。あ、めっちゃええやん。この間買ったやつも持ってきたよ、ここに。お姉ちゃん、持ってきたよね。買いたかったお布団買えました。みんなでディスカウントして。買えたんですけど、ディスカウントの様子が面白かったのでドドさんの YouTube の方で10月にアップされるので見てください。ありがとうございます。よいじゃなよ。あ、お兄さん、お兄さん、It's OK? 大丈夫、大丈夫。ケンちゃん、ありがとう。カムサハムニダー。Thank you、カムサハムニダー。こちらはですね、デイワンで訪れたアモメントのオリジナルショップの方がやっているセレクトのショップです。いろんなブランドが入っていて、本当にすごい可愛かったです。雑貨とか、ね、小物、アクセサリーとかもいろんなものがあったんですけど、ブランドは、ホームページの方で見てみてください。カフェも併設されていて、とってもおすすめのお店です。続きましてはノンフィクションのお店にやってきました。で、今日はですね、今日はというかこの期間中はこのヨードンヤンさんっていうんですかね、この彼女の展示も一緒にやっていて、コラボのアイテムなども販売してました。すごいオリジナルの商品もすごい可愛くて、私もめちゃくちゃ好みなのでいろいろ欲しいなって思っちゃったんですけども、残念ながら販売はしていなくて、ウェブの方では少し売ってる商品などもあったのでちょっとチェックしてみたいなと思っています。めっちゃ可愛いこの髪。高そう。これすごい可愛いですよね。すごい高そうだけど可愛いなと思って、ちょっと問い合わせしてみようかなと思ってます。で、2階のショップの方に上がるとすごい明るい店内でいろんな商品がたくさん並んでいました。ここでもやっぱり香り物をね、こうやって試せるのってすごい大事ですよね。皆さんすごいいろいろ試して好きな香りを見つけてました。私はコラボアイテムの方を買いました。で、続きましたベースレンジのお店の方に来たんですけど、ここもすごく裏道から入るのでちょっと分かりづらい感じでした。ここでもいろいろな商品すごいたくさんラインナップがあって、みんないろいろ見てました。私はここでは購入に至らずでしたが、すごい可愛かったです。で、ちょうどこちらのお店の横にも違うお店があったので、次違うお店の方、範囲の方ですね、こっちに入ろうと思います。もうね、窓から見てるだけでちょっとキュンキュンするような色合いの感じのカバンが並んでいて、とっても可愛いですよね。このベロアのこの感じの素材がすごい可愛いなと思って、そのベロア素材の商品買いたいなと思って眺めました。可愛い、この感じが可愛いよね。可愛い、中はこんな感じ。ありがとう。こちらヨーグルトのお店なんですけど、タララ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 
みたいな曲が流れてるお店で、もうどっぷりその世界観な感じのお店だったんですけど、とっても美味しくてものすごい人気ですごい並んでました。これ本当に美味しかったから、日本にできたら本当に朝ごはんとかおやつとかにヘルシーだし通いたいなっていうお店で、めちゃくちゃおすすめなので、もし小腹空いたりヘルシーなデザート探してる方にはとってもおすすめのお店です。フィグも見ていいですか。うわ美味しそう。少しみんな韓国料理が続いていたので、今回のディナーにはナチュールのワインがたくさん置いてあるモダンなお店にやってきました。日本好きの女性オーナーの営むお店になります。とっても店内もおしゃれなお店でした。メニューは素材の名前が書いている感じで、少しフレンチっぽい感じのお料理が多かったです。チャンって乾杯なんですかね、なんか適当にやっちゃいましたけど、チャンってよくみんな言ってました。料理すごく繊細で美しくてとっても美味しかったんですけど、締めがまたおにぎりでお茶漬けみたいなのがあるのがすごくホッとして、それもすごい良かったです。いろいろシェアできるのでとってもおすすめです。ちんちゃましけったちんちゃましけったましけったましけった美味しそうね。これミニなんですね。これジュニア、ジュニア。ジュニア。これジュニアサイズ。これ31なの。ちょっと近い違いが分からないです。味が全然違う。あ、おでんもある。あ、おでんもある。あ、こまおよー。こんにちは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 。カットジュセよ。ギルティーだね、これは。うん、マリナは。なあ、ちょんまろましっすよ。ちょんまろましっすよ。じゃあ、トシ君は。トシ君とラストデイです。韓国イエイイエイ。もうこれから日本午後に帰るんだけど、まだちょっと時間があるからね、ちょっと行ってきたいと思います。あ、やっぱでも素敵だね。こんにちは。荷造り終わったのに買っちゃった。トシ君も買っちゃった。買っちゃったこの日の夕方の便で帰る予定だったんですけど、まだまだショッピング続きます。こちらのロークラシックもすごい可愛かったんですけど、購入品はなかったんですが、おすすめなので載せておきます。こちらのタンバリンズも私は何も買わなかったんですけど、とっても可愛いですし、香りもすごいよくって、日本未入荷なのでハンドクリームだったり練り香水だったり石鹸だったりとか、お土産とかプレゼントにすごいぴったりなものたくさんあったので、とってもおすすめのお店になります。でこの後は、トシ君たちはもう初日にも行っているこのレクトというお店にまた私が行ってみたいということで連れてきてもらいました。すごい可愛かったです。こちら結構たくさん商品があって購入品もあるので、こちら購入品紹介の方でご紹介したいと思います。でこの後はお茶を飲みに来ました。でこちらカフェなんですけど、1階テラス席、2階もあって広々としているので、かなりゆっくり休めるし入れるので、とてもおすすめのお店だなと思いました。でこの後お昼ご飯ですね。
もう焼肉サムギョプサル食べようって言って乾杯のとしくんが当館50回以上なので、いろいろファッションの店なりなんなりも交渉とかいろいろしてくれて、すごい煮切ったキムチを食べて最後日本へ帰りました。としくんありがとう、みんなありがとう、すごいソウル楽しかった、また来たいです、またね。